続いてはシリーズオイルショックです。まずはこちらの数字を見てください。1万2000人以上。これはですね、厚生労働省が試算した2025年度に道内で足りなくなる介護福祉士の数なんです。実に1万2000人以上なんです。急速に進む少子高齢化の中、介護福祉士の不足が叫ばれています。このような中なんですが、ある方法で人材不足の危機を乗り越えようとしている高齢者施設があります。キーワードは外国人です。尻部市の高齢者施設、100人以上が入居するこの施設で食事の手助けをしているのは健康的な若い女性ですが、日本人ではありません。人口およそ2万人の余市町、ここに遠い国から介護の仕事を学びに来ているフィリピン人がいます。ジャンファーさんとララメイさんです。2人は日本の介護福祉士を目指しています。フィリピンで看護師の資格を取ったことがきっかけで、介護の勉強をしたいと日本にやってきました。日本は EPA 経済連携協定に基づき、フィリピンなど3カ国から介護福祉士を志望する外国人を受け入れています。特別養護老人ホームフルーツシャトー余市、2人はここで実務研修を受けています。受け入れ期間は4年間。彼女たちは今最後の1年を過ごしています。今何を見てるんですか？今引き継ぎのノートを見てます。振り仮名とか今ついてるのであまり難しくないですけど、でもついてないところもありますので、ちょっと難しいです。はい、かぼちゃですよ。研修期間とはいえ、2人は日本人と変わらない額のお給料をもらいます。研修にはやりがいを持って臨みます。ちょっと直させてもらっていいですか？うん、よいしょ。この日は正午からのシフト。2人がまず取り掛かったのは昼食の介助でした。魚なので骨に気をつけてください。ないと思いますけどね。ちょっと待っててくださいね。お薬確認します。食後の薬の取り違いが起こらないよう、他のスタッフと入念に確認し合います。この施設ではフィリピン人スタッフの受け入れを積極的に行っています。7年前、道内でどこよりも早く EPA の介護福祉士候補者を受け入れました。高齢化によりここ15年でこの施設の入居者は倍増し、今は118人が入居中。現場のスタッフは足りていません。求人を出しても介護士の応募は少ないといいます。将来介護の人材を賄っていくことは難しいだろうというところがありまして、先行投資じゃないですけれども、将来に備えて外国人を受け入れた時の、テストケースみたいな形で。来年1月に国家試験を控える2人、施設の一角で試験勉強が始まりました。試験では日本人と同じ問題を日本語で解かなければなりません。EPA の介護福祉士候補者が試験を受けられるのは4年間で原則1回だけ。もし不合格なら帰国しないといけません。この施設は過去に4人のフィリピン人を受け入れましたが、日本に残った人は1人もいません。いずれも家庭の事情や結婚、妊娠などの理由で帰国したのです。親も呼べるようになると、若い結婚をしてない、方々は日本で住む選択肢っていうんですかね、っていうのも広がっていくのかなとは思います。
フルーツ茶道余市は自分たちの取り組みを広めようと介護施設事業者向けの講習会を札幌で開きました。受け入れる側は外国人の往復の旅費や住まいを用意するのに1人当たり年間およそ1000万円かかると言われています。ハードルは高く、道内で受け入れを行っている施設は4つだけ。私たちのところもすごいこう人材募集してもなかなか応募がない中で、やっぱりこう将来的には考えていかないといけないのかなというふうには強く感じています。はい、はい、行きますよ、はい、1、2、どうぞ。忙しい1日も終盤に差し掛かろうとしています。ちょっと待っててください。失礼します。もうご飯だから食べに行きましょうか。ああ、食べに行くんだもんね。はい、立つよ。1、2、2、3。よいしょ。はい。お年寄りたちの喜ぶ顔を見ることが楽しいと話す2人。日本に来て3年半、利用者からも頼りにされています。この方フィリピンの方だけどね、日本語も上手ですよ。皆さんね、優しいんですよね。ありがたいですよ。自然と笑みがこぼれます。試験に合格したら2人はどうするのでしょうか。フィリピンで仕事はちょっと仕事はあまりないですね。大変なんですけど、日本で仕事を続けるとかなと思って、母とか父とかいないとなんか不安なんですけど、まあ、家族のためにも頑張りたいので、だからここにいたいですね。故郷を遠く離れたくましく働こうとしている2人。外国人介護福祉士が人材不足の新たな一手となるかもしれません。外国人労働者っていうのは今この VTR を見てこの部分だけ見てれば、もともと足りないと言われている介護福祉士のところに外国の人が来てもらってそこを補ってもらう、何の問題もないかなと思うんですよ。ただ長期的に見たらどうなのかとか、まあ弊害もあるでしょう、デメリットもあるのかもしれないけど全く問題ないと思う。ただその来てる方がたった1回、4年間働いて1回のチャンスにかけなければいけないっていうシステムはもう少しなんとかならないのかなっていうのは今僕は見た感想ですね。でちょっとそのデータを見ますとですね、はい、介護福祉士の前回の合格率なんですね、外国人研修生でおよそ 50%、 日本人でも合格率 57%、本当に狭きもんなんですね。で外国人 の研修生の場合も上昇した、数年上昇してるんですって合格率が、それでも 50% ということなんですね。まあ、そこでですね、国はですね、条件を少し緩和をしまして、その年の試験の合格者が少ない時は合格点の半分以上を取った受験生、もう一度チャンスを与えるようにしているということで、少しはケアはしているということなんですが、まだまだという感じがしますよね。これ2778人に対して402人が合格してるわけでしょ、外国の方ですね、はい、そしたらちょっと割合としてはかなり低いけど、はい、当初の合格率は上がってるということですね。当初の合格率は低かったということなんですよね。まあ、高齢化社会に向けて抜本的な対策が求められています。